はい、皆さんこんにちは、マサでーすって感じでね、よろしくお願いしまーすって、またよろしく、またやっていきたいと思うんですけども、前にね X か、今 X のやつね、それでちょっとねご紹介もしたんですけども、それちょっと動画にもしようかなと思ってね、今回はやつを連れてきました。だいたいねこの出てるラインナップで見て何を紹介するか分かってくださったら嬉しいんですけども、どうやらね、ピエロが苦手な人とかねいますよね。ピエロ恐怖症っていう病名じゃないけども、そういうのもあるぐらいですからね。ここにいてるように、このイットもこことかね、あとはこの普通のピエロの人形とかも、いてね、これ不気味な感じもするんですけども、結構こういうのは探したの見たらね結構いてたなーと思って、そしてこの仲間じゃないんですけども、あのねマクドナルドのね、ドナルド、最近出てきませんけども、あのねフィギュアとかもあるらしいんです、あるんですけどもね、当時もんっていうか昔のやつとかね、あと稼働のやつもあったはずやねんけどな、なかなか手に入らないからな、からね作っちゃいました。な前ね、これね、マクドナルドのね、これハッピーセットのね、ハッピーセットでもね、いろんなハッピーセットがあるんですけどもね、僕、お猿のジョージとかね、マルちゃんとかも好きだからね、これね、一応置いてあるやつなんですけどもね、これ、この前のやつね、ハッピーセットのあれなんですけども、こいつはね、今回紹介するのは、このチャッキー並みにちょっと不気味なんですけども、こいつです、ドンって感じで、これね、セリアドールのボディと頭で作ったね、このオリジナルドナルドをご紹介したいと思います。このセリアボディのね、このボディめっちゃ優秀なんですよ。めっちゃ動くんですよね。これはね多分ね7センチボディのやつだったかな、今なんかね赤ちゃんボディみたいなんと、あと大きいね、結構もう成人の女性のボディやったかな、とかね、まあ、あるんし、頭の大きさがでも、これちっちゃい方なんですけども、大きい方とかね、もうちょっと頭でっかちになるようなタイプのやつとかね、あるんですけども、それでまあね、こっち側の7センチボディのやつとちっちゃい方の頭で作りました。もちろんこれを、もちろんというか、これは自分で描いたんですけども、それ顔も頭はね、これね、赤粉粘土とかでしようかなと思ったんですけども、この羊毛フェルトね、これをできてやらへんから、できたらうまくできるんちゃうかなと思って、赤の羊毛フェルトでね、やりました。そしてね、服は着せやんとね、もうパンツ一丁にしました、ドナルド。後ろもね、お尻がありますけども、これもめっちゃ動くんですよ、うまいこと。それでね、大人ドナルドということで、上は肌願望だからね。でちょっとここ変なとこかな、変なものが出てるんですけども。そして、靴は、これもね、セリアの長靴、黄色の長靴があったんですけども、これはドナルド風にね、塗り替えてね、これもドナルド風の靴下をこれ、自分で描いて、貼り付けたんですけども、これね、だけどね、これね、履かせるの、れるのかなと思ったらね、これね、ただ穴っぽく開いてるだけで、こっち側には穴開いてないんですよ。だけどね、これね、足首とかね、手首これ取れるからね、これをもう引っこ抜いてね、これ、もう手首、足はもう、ちょっと、もう靴は脱がすことないから、これは取ってね、僕はもう完全に引っつきました。それでね、首もね、ちょっと固めなんですけども、顔も動くしね、結構とてもお気に入りのドナルドができました。いやーって感じね。それでね、これ手割ってくると取れるんですよ、これ。取れるからね。前ご紹介したかな。手錠もね、セリアの手錠ね。これもこれだからつけられますよって感じなんですけども。これね、ドナルド、ドキドキってね、ドキドキとなるは捕まってしまいましたって感じね。こういう遊びもできますよって感じなんですけども。だからね、これね、結構お気に入りのドナルドができました。そして前方でもね、いっぱいセリアでね、遊ぶもんがあるからね。スケボーかでも確か手に入れたはずやん。どっかね、あったこれね、このスケボーね。これ一応これドナルドのシールみたいなの貼ったんですけども、これ、ドナルド
スケーターですね、うん、結構乗れいい感じの乗れる感じなんですけどもね、うん、ぴったりですねサイズ的にはね、うん、釘崎さんとかはねあの辺のサイズもいけそうなんですけども、うん、あとこれですね頭ヘッドこっち側のやつですね、ベビーの頭のミニの方ですかな頭は、うん、これで作りましたって感じなんですけども、うん、結構ね、マクドナルドもね今最近行ってないんですけどね、あそういえばマクドナルドといえばね春ねてりたまね3月ぐらいに吉岡亮ちゃん CM やってたんですけどねめっちゃ春だねめっちゃ春じゃんってあれ多分ね卵のあの時にね卵不足かなんかでねそのキャンてりたま自体のあれがね多分終わったような気もすぐ終わったんですよねってあれなんでついせっかくね CM 出れて嬉しいっておっしゃってたのにね残念ですうーんとなるとねいい結構これもねだいたいこういうねなんか裸ん坊ドナルドみたいなのはあるみたいなんですよほんまに公式じゃない公式やったかなうんだけどねそれも結構いいお値段やしねうんまあ、ドナルドにそこまで、まあ、欲しいって言ったら欲しいけどね、いいよ、なかなか手に入らないからね、作れるんちゃうかなと思って、顔さえなんとかできたらね、うん、まあ、もうちょっとね、ちょっと、このセリアボディのやつはね、なんとか活かしてね、昔っていうか、これは前はね、普通の裸ん坊で顔にトーマスみたいなのつけてたんですけども、うん、それはずっと眠ってたけどね、うん、だけどこれね、今回はこれで使おうじゃないかって感じでね、うん、チャッキー並みに不気味ですね、うん、こいつは、うん、ちょっといい感じの高さにならへんこれ、うん、よいしょ棺桶みたいなこれ棺桶みたいになりますよって感じますんでチャッキーとね、こうして遊べるよっていうねこういうドナルドの人形です。皆さんもね、一回作ったらどうでしょうか。まあ、作らないと思うんですけども、ドナルドはね、こんなんはね、だけど違うね、いろんなアレンジした可愛いやつとかね、皆さんも作ったらね、楽しいじゃないですかって感じなんですけども、うん。という感じで、ドナルドの紹介をしたんですけども、皆さんもね、いろんな、セリアはほんま最近ね、たくさんあって、売ってますからね、うん、いいもんね、ミニチュアが、ね、特にね、山田科学さんね、またね、ちょこちょこ覗きに行きたいと思うんですけども、うん、ということで今回の今日の吉岡里帆ちゃんを行きたいと思います。はい、今回はまたこの動画にちなんだ感じの吉岡里帆ちゃんでーすって感じ、ドンと感じです。ね、まあね、ハンバーガーじゃないんですけどもね、ハンバーガーみたいな感じのね、こういうドーナツをかぶりつく吉岡里帆ちゃんってね、なんかな食べてガチュって感じでなんか砂が混じってたような苦い顔をしてますけどもこういう表情もいいですねドーナツかなまあこういうってミスタードーナツも美味しいですけどねこの手の柔らかいドーナツもね僕も好きなんですけどあこちらに見えますねはいほほほって顔してますね。これはね、日々っていう写真集、この前出た日々ってやつの、プライベートショットシリーズですね。これは冬秋バージョンかな。なかなかね、こういう私服らしいですけどもね、大人っぽいですね。1年かけてね、プライベートカメラマンね、ひっつき、密着してね、撮ったみたいなんですけども。まあ、吉岡さんはね、歯応えのあるもんが好きらしいからね、あと、もちもちってやつとかね、だからグミとかね、ああいう食べ物が好きみたいなんですけども、これもなんかもちもちしたようなドーナツみたいっぽいですね。はい、ドラムロも見るかい一緒に。ドラムロも可愛いと思うだろうって。はい、ということでね、またたびたびまだこのドナルドもね、出てくると思いますけども、またね、よろしくお願いしまーすって感じで、お送りしたいと思いまーす。はい。ということでね、もうそろそろもう季節も変わってきてね、これアップする頃にはいつになるのかわからないんですけども、本当にね、ちょっとね、いつもね、ちょっと、なんちゅうたいのかな、悪いなというか、
思ってることはね、動画撮った後は撮ったらすぐアップしないからね、僕は。なんかね、その時の気分によってね、やるからね。これ後回しだったりしてね、またいつの間にかこれね、今撮ってる時期よりまただいぶ遅れたりするのがね、時期的に遅れたらちょっとね、申し訳ないなと思うんですけども。バッチリその時しかあかんようなやつはね、タイムリーなやつはね、そうなるべくそうしてるんですけどもね。まあね、まあこういうね、気ままというかね、やってる動画ですからね、皆様ね、気軽に見てくださったら嬉しいです。またよかったらね、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますね。コメントもあったらね、嬉しいです。ってコメントあったらコメント返すのちょっとね、緊張するんですけどもね、だけどね、嬉しいからね、とてもね、励みになっております。はい、ということで今回はこの辺でお別れしたいと思います。ではバイバーイ。